YouTube、Twitter などでこちらの映像をご覧の皆様、風俗系ロックンロールバンドシュレディンガーの嘘と申します。来たる2016年1月10日に鹿児島で新しいロックフェスが立ち上がります。その名も Yes Future。 鹿児島のバンドマンが立ち上げた地元のバンド界隈を盛り上げようという、そういうフェスになっております。その記念すべき第1回目に私たちも出演させていただくことになりました。年明け早々ではございますが、とても面白いイベントになっておりますので、どうぞ皆様興味のある方はぜひキャパルボホールへ足を運んでいただければと思っております。そうそうたるメンバーのゲストの方たちが遊びに来られるようなので、それだけでも随分楽しいイベントだと思っております。あなたもそう思うでしょう。さあ、この動画で興味を持ったあなたはすぐにプレイガイドに走っていただくか、出演バンド、そう私たちへ連絡いただければ1月10日一緒に楽しむことができます。ということで、年明けキャパルボホールにてお待ちいたしております。どうぞよしなにごひいきにお願いいたします。それではごきげんよう。シュレディンガーの嘘でございました。